柳葉の祖は、初代霊霊帝柳橋である。江戸時代後半から明治初期にかけて、初代段修郎め枝が柳葉の中心となり、三遊亭窓川佐を中心とする三遊派と対抗していくようになっていった。1888年には、完全に三遊派とは、独自に工業を実施するようになっていった。五日ごとに行われていた寄せ工業のうち、半分を、 柳葉がもう半分を三遊派が担当するという工業方式がこの頃に確立し、1923年に柳葉と三遊派が合併する頃まで続けられた。明治時代の柳葉は、初代燕枝を中心として、二代目、金五郎古参三代目、春風亭竜氏三代目霊霊亭、柳橋、四代目竜亭左楽、三代目竜亭円路、 四代目カツラ文楽、二代目古根亭、イマスケなどが活躍していた。柳派に属していた落語家の多くは、滑稽話を得意としており、人情話を得意としていた、三遊派とは対をなしていた。初代つばめ枝守後二代目、金五郎子さんが柳派の中心となった。その後子さんの名跡は、柳派の大看板となっている。柳派に属していた、 落語家のほとんどは、野号、定号及び名前に柳を付けるのが慣例になっていたが、春風亭流詩門家にはこれに当てはまらないことが多かった。1923年に柳派と三遊派は合同して東京寄せ株式会社を設立したため、工業主体としての柳派は一旦消滅した。しかしその後も東京落語協会結成直後に創設された。 三遊流連、牧会をはじめとして、竜三遊演芸会、三遊牧会、竜三遊落語会、竜三遊剣正者など、落語協会と芸術協会の二団体制が確立するまでの間に、柳の名が使われた団体が、数多く登場した。ありがとうございます。